どうもしゅんです。こんにちは。はい、ということでですね、実際の就活生に来ていただいて就活の悩みをお話しいただこうと思っております。ということで、みずきさん、悩みの方をお願いします。自己 PR とか自己アピール方法がすごく難しくて、うん、エントリーシートでもちょっとしたエピソードが持ってしまっていいのかなっていうのが素直な悩みです。悩むよね。要はさ、01はダメで10はいいみたいな話はよくあるじゃん、はい、でそれは俺真実だと思うの。あと解釈を、自分はこう思ったっていうのは嘘じゃないから、盛るのがいけないっていうよりも嘘っぽいなってなっちゃう可能性がある、うん、おっしゃっているように、うん、嘘だって思われてる人の方が嫌だですよ。意外とそれができないタイプで、うん、一回エントリーシートで起こされた企業にフィードバックいただいたんですけど、うん、そこに自分の売り方が弱いとか、うん、アピールの仕方が弱いですって言われていて、なるほど。でも弱いって言われたから盛らなきゃ盛らなきゃってなってるんですけど、盛るっていうよりも掘るっていうのが大事で、はい、はっきり言って紅白歌合戦出ましたとか全国優勝しましたって言われない限り、エピソードの凄さってある程度大人になってる人から聞くとすごいと思わないわけよ。そのままそのエピソード一発でもう内定だよっていうエピソードの強さ以外に関しては、そのレベルってあんま関係なくて、そこで何を感じたかとかのリアリティとか、あ、わかるわ、それ絶対辛いわとか、でもそれをこうやって克服したの強いわって方に共感するから、一つのエピソードをそれが大したことないコンクールなのにめちゃめちゃ難関のコンクールで優勝したって、こう上に盛るんじゃなくて、そこの時に感じた感情とか掘って掘って自分と向き合って、要は恥ずかしいところをさらけ出すって方じゃない、うん、グループをまとめるときにみんながなかなか協力してくれなかったところを、こういう風にして力を合わせて成し遂げることができましたって、なんかよくある話だなと思っちゃうけど、例えばそれを嘘ついちゃダメなんだけど、自分が全く LINE を返信しなかったことにより自分だけグループを外されましたとか言うと、一番言いたくないことじゃん。なんならそれでこいつダメだなって言うと落とされそうじゃん。でもそっちの方が一気に引き込まれるよね。でみんなぶっちゃけそんなことがあるから、うん、あ、なんか本当のこと言ってんなみたいな、で完全に自分だけグループから取り残されたんですが、そこで今までだったら逃げてたところを実際一人一人に会いに行って話してみたいな、またグループに戻させてもらって、そこから反省して誰よりも早くレッスンをするようになってみたいに言うと、あ、なんかそういうなんか一回人間関係で見てたとことを経験して、でも一回受け入れてみんなの輪の中入ったっていう経験してるやつは強いなとか。自分の本当に辛かったこととかをさらけ出すと本当だなって思うみたいな、それ考えてみます。面接だとやっぱりいい風に見られたいから、失敗エピソードなのに自分を上げてるトークをするっていう、めちゃめちゃあるじゃん、はい、みんなやるんだけど、俺も当時やってたと思うんだけど、あと短所なのに長所じゃんみたいな言い方、それって気持ちはめちゃめちゃあかんだよ、はい、短所何ですかっつって本当にやばいこと言っちゃいけないんだけど、でもやっぱりさらけ出してこういうとこがっていう方がなんかリアルだよね、うん、そこがインパクトが弱いっていうのは逆にすごい実績を盛るっていうよりも一つ一つの感情をさらけ出すってことかもしれない、ね、そうするとね、こいつ会社入ってきて会社とか仕事するとそんな綺麗事だけじゃなくなった時に信頼できるなとか、そこでうまくいかなくても何かしらもう一回立ち直るだろうなっていう信頼感は出るかも。挫折した経験とかはありますか？中高でソフトボール部に所属していたんですけれども、うん、その時に何度も挫折、うまくいかなかったり、キャッチャーだったんですよね。そうです。それ超強いじゃん。中学生の時に始めて、本当はピッチャーやりたかったんですよ、うんうん、途中でダメだって言われまして、うん、2人でピッチャーを目指していったんですけど、うん、そのもう1人のピッチャーにキャッチャーやってよみたいな言われて、うん、悔しかったのでキャッチャーやってやろうと思って、うん、野球一家だったので毎日素振りとかキャッチボールとか練習をして、うん、最終的にもレギュラーいただけて、その成功体験になっちゃった。あ、でも別に成功体験でよくて、ただのはあえてやる必要ないけど、あえてさっきの文脈に沿うと、その悔しかったところからでもキャッチャーで頑張ってやろうっていうところの心の葛藤をさらけ出して喋ると、ライバルで仲良かったのに自分はピッチャーやってあなたはキャッチャーみたいなのってめちゃめちゃ傷ついて、もうその人のこと嫌いになりそうになったんだけど、ここで嫌いになってお互いピッチャーやるよりもキャッチャーやった方がって、そこをさらけ出すと
確かになとかって思う。めちゃめちゃあることだから、社会で例えば編集長どっちやるってなった時に、実力的に同じようなとこでも2人リーダーやったらうまくいかないから、じゃあお前サポートやってよって言われた時にどうするかとかって、その心の葛藤を1回乗り越えてると、あ、この子だったら大丈夫だなって思う。だからそこをちゃんと伝えるってことかな。だから盛るっていうのでも、キャッチやってよって言われた時の辛さと、それを乗り越えるってことをさらけ出して話すのが本当の盛りで、違うのはそこを適当にサッとスルーして優勝しましたみたいな、野球チームじゃないかどうでもいいっていうか、だから盛るのはやっぱ心の部分っていうか、盛るっていうかそこを掘るっていう感じかな。そうすると一緒働けんなとかって思うのかもしれない。ということで、一連のフィードバックがあったと思うんですけど、本日の感想を最後にいただいてもよろしいでしょうか。はい、沼さんの感情をさらけ出すっていう言葉がすごく印象に残っていて、今までどうやってもらおうって考えていたんですけど、はい、もう一度自分のことをこう掘ってみて、それで自分の感情、どういう感情だったのかなっていうのをもう一度見直したいなって思いました。素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、皆川さん、本日これで動画撮影終了なんですが、久しぶりの YouTube いかがでしたか？どうだった？しかも今の学生とか社会人1年目2年目の人と話すっていうのは、一方的に話す講演会とかあっても長い時間キャッチボールすることはあんまないんで、すごい良かったです。まあ、みんな真面目だなと思いました。次回はニートとかチンピラとか、ね、チンピラとかをぜひキャッチングさせていただけたらなというふうに思います。お願いします。ということで、皆川さんのチャンネルの方もぜひご視聴いただけたらなっていうふうに思っております。ということで、本日はありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。